はい、この動画ではですね、前の動画でやった練習のフレーズゲゲテテゲゲトゥントゥンケケテテケケトゥントゥンから一歩進んで、カイダという種類のタブラーダの、フレーズとそのバリエーションをここからやっていこうと思います。本をお持ちの方はですね、74ページにありますカイダ、ゲゲテテゲゲナナケケテテケケナナというフレーズです。この前の練習のフレーズではゲゲテテゲゲトゥントゥンケケテテケケトゥントゥンでしたが、このカイダではトゥンの部分を薬指の指先がスヤヒのヘリについた黒い部分のヘリにつけて叩くナーの音、しかも内側のナー、サムナーって言います。サムネのナー、ロウのナーを叩きます。じゃあやってみましょう。ゲゲテテは前と同じです。はい、ゲゲナナ、ゲゲナナ、ケケテテ、ケケナナ、ゲゲナナ、ケケテテ、ゲゲナナ、ゲゲナナ、ケケテテ、ゲゲケケナナ、あ、ゲゲテテ、ゲゲナナ、ケケテテ。これが元になるフレーズです。で、カイダという種類の、フレーズはですね、元になる形、ヒンディー語でムクって言うんですけれども、原型をサイズを大きくしてそのバリエーションを、聞いてもらう、そういった形のフレーズ群になります。じゃあ早速ですけれども、そのバリエーションやってみようと思います。パルタって言いますが、1番をやってみようと思います。同じく74ページにあります。これは原型のゲゲテテを2回繰り返します。その後に原型のゲゲテテゲゲナナ、その次はケケテテを2回繰り返してからゲゲテテゲゲナナ、原型です。じゃあいきますよ。ゲゲ、はい、2回目のゲゲテテ、はい、原型のゲゲテテゲゲナナ、テーテゲゲナナ、あ、はい、ゲゲテテ2回やります。はい、原型のゲゲテテゲゲナナ、テーテテゲゲナナ、はい、ゲゲテテ2回繰り返します。もう1回、はい、原型ゲゲテテゲゲナナ、ケケテテ2回です。ケケケケケ、はい、原型のゲゲテテゲゲナナ、ムクデです。ケケナナです。この動画ではカイダ、ゲゲテテゲゲナナとそのバリエーションであるパルターの1番をやりました。終わりです。